はい、皆さん、こんにちは、ゆきです。じゃあですね、今回もまたまた、このフローレンスの続きをやっていこうかなと思っておりますので、皆さん、よろしくお願いいたします。じゃあ、行きましょう。スタート！じゃあ、チャプター選択。前回ね、なんか心の中のクリシュが、フローレンスから離れていったかのような、ね、映像がありましたけど、今回はどうなるんでしょうか？目覚める。で、目覚めるって何か変わるのかな？話が。あ、なんかチャプター19、目覚める。フローレンスが寝てるんだね、これ。これなんか両手のひらをタップするのかな、これ何回か。これタップすることによってフローレンスが何か目覚めるっていうことかな。あ、でもなんかフローレンスが上に上がっていきましたね、なんか。背景も白くなって。あ、目覚めた、でも。あ、これなんか、パレットだよね、絵を描く。これクリシュがね、以前の彼氏だけでプレゼントしてくれたね。あ、でもこれをこの雑誌とか、手紙の中から引き出して改めて見てみるんだ、それを。でもこれからどうなるのかな。下にスライドして、あ、これで絵を描くんだ、やっぱり。でも絵が描くって面白いですよね、これ。あ、なんか緑の絵が描かれてますけど、あ、でもなんかすごいにこやかな朗らかな笑顔になってますね、フローレンスが。あれから絵を描いてなんか変わったんですかね、これ。あ、なんか時間が経過してるんだ、これ、未来に。あ、なんかこれもまたなんかずっと夜でも絵を描いてる。なんかあれだよ、なんか後ろの観葉植物みたいなものが、なんか時間の経過を教えてくれますよね、これ。あ、なんかまた観葉植物も成長したし、なんか、色合いがすごい、綺麗な色になりましたよね。パステルカラーって言いますか。てか、フローレンスもすごい髪の毛がショートカットになってるし。なんかすごい、でも、絵を描いてる。あ、またなんか変わった。またね、窓の外の植物とかも、木とかもね、観葉植物も大きくなって。でも、すごいなんかね、壁のなんか、貼ってあるポスターみたいなものも変わってきてますよね、これ。でも、すごいですね。なんかどうなるのかな、これは。これで右矢印を押して、あ、母さんと料理。あ、一回、家に帰ったってことかな、実家に。それで元気とか出たのかな。あ、何これ、準優勝。え？あ、これ、フローレンスが描いた絵が、何かのなんか、コンクールとか大会で準優勝になったの。すごいじゃん、それ。ずっと今まで絵を描いてきてね。それが、なんか、周りの人たちとかいろんな人たちに評価されたっていうことだからね、すごいですね、これ、スケッチクラブ。それかスケッチクラブにも行って、老婦、これ何？犬か猫かちょっと判別つきづらいですけど、猫かな？この猫も一緒にもう今暮らしてるってことかな？あ、何これ？あ、フローレンス用って書いてある、これ。ショップ？え、何これ、売却済みって書いてあるじゃん。これ、フローレンスの描いてる絵が、もう、売却済みになってるんだ、これ。もう、じゃあ、もうこれも、絵を描く人として、絵を描く人としてなんかこう、できたってこと？これ。すごいですね、これ。なんか昔からの夢が、叶ったっていうことなのかな、これ。あ、なんかこれ、なんかあったね、これ。一番最初とかにも、この数を合わせるやつ。じゃあ、3と3、2と2、7と7。これもね、なんか多分、今自分の描いた絵の、あれだよね、計算とかをしてるんだよね、これ。へえ、すごいですね、これは。で、どうなるのか。あ、踏ん切りをつける。じゃあ、行きましょう。スタート。あ、これ、踏ん切りをつけるっていうことは、なんかあれかな。今まで会社にあった自分の私物とかを持って帰るってことだよね、これ。この筆箱とか。これキーボードとかはこれ会社のもんだよね、おそらく。これキーボード、あ、電卓は自分のものなのか。あ、あー、これ。言葉にできないね、これはちょっとね。キーボードの下に
ね、フローレンスとクリシュの写真がまだあったんだ。クリシュとの楽しい日。へぇー。あ、でもこれをもう今では、笑顔で見れるんだね、これ。あ、これも、あれか、段ボールの中にしまって、これもちょっと、蓋を閉めて、勢いよくして。勢いよくやらないと閉まらないんですよね、あれ、段ボールが。あ、でもこれで終わっちゃった。あ、フローレンス用。あ、これ。これフローレンスとフローレンスのお母さんだよね、これ。これいい写真だよね、これ自分で撮るんだ。撮ってみましょうか。パシャッと。なんかこんなものがやっぱり映像としてね、写真として残るならいいですよね。あ、これはフローレンスの描いた絵かな。これがもうなんか、あれか。展示されてるんだ。なんか展示展みたいなものになってるんだ。でもこれどうするんだろう。あ、これ。人をタップしたら、なんか、場面が移り変わっていってますけど、すごいいいね、これ。こんなになんか大勢のいろんな人たちに、見てもらって、あ、なんかフローレンスが握手してる。こんなになんかすごい、いろんな人に見てもらえるように、なれたんですね、これは。あ、これなんか、これフローレンスの、自室かな？部屋かな？あ、やっぱ猫だったんだよね、あれ犬じゃなくて。あ、でもこれフローレンスだ。これ。こんな風になったんですね。なったんですね、これ。あ、でもこれで終わりなのかな？これね、もう最初、ね、クリシュと、付き合ってたんだけど別れて、でもその時にね、あのクリシュにプレゼントしてもらったパレットでこう買ったのかもしれないと考えたら、かなりすごいことですよね、これ。でも本当になんかすごい爽やかな、なんか自分らしさみたいなものがあって生きていけるみたいな感じになってますよね、これ。部屋もすごい綺麗だし、すごいですね、これは。じゃあね、今回もまたっていうか、多分これでこのフローレンス終わりになると思うんですけども、皆さん本当にね、今までご視聴いただいて本当にありがとうございました。すごいね、短い動画もあったと思うんですけども、今回はこのような形でチャプター1個1個載せていくという形でやってきましたので、皆さん今まで見ていただいてありがとうございました。それじゃあね、皆さん、またね、改めて、これまで、フローレンス、ご視聴いただいてありがとうございました。それじゃあ皆さん、またね！バイバイ！ありがとう！